有馬東田大,大正13年は、幕末期の薩摩藩士、東山道総督不説行。名は住尾。薩摩藩法術師範、有馬東田の長男に生まれる、小野豪衛門に飛べた治流を学び、19歳で、師範代になるほどの腕前だった。特に抜刀術を得意としたという、市地正春に引き立てられた。慶応4年1月に、母親戦争が勃発すると、4月に、 東山道総特府の石膏を命じられ、香川慶造率いる一帯に従軍して、宇都宮へ向かった。途中、流山に旧幕府軍が駐屯しているという報告を聞き、不意をついて、紅葉陳部隊の陣屋を包囲。局長、近藤勇に降伏を勧告し、これに応じた近藤を越谷まで連行することになった。その後、有機上奪還など、北関東の陳部にあたる。 14日、一時江戸に帰還したが、板橋に交流されている近藤の処刑には強く、反対したと伝えられる。その後、前線に復帰後し、22日に、未武城の戦闘で、旧幕府軍に対して、死死奮陣の活躍をするが、数カ所に銃弾を浴びる重傷を負い、横浜の病院に送られた。退院後、自分の知らないうちに、 近藤勇が4月25日に斬首されたことを知って、大いにその不当を、香川らになじったという。壇上代司法省管理を務めて、明治政府に出資。明治六年政権で、西郷隆盛が下屋した時に辞職し、銀座レンガ街で大元人の看板を立てる。共に下屋し彦根で、近代教育を志していた、大東義鉄の私学校視察を講演するなど、 県外の有志を積極的に、鹿児島の人種と引き合わせた。明治10年の西南戦争に際し、直前まで、霧の年明に私学校沸騰の統制を求めた。大阪で有志を募り、拒兵して、その校で西豪軍に加わろうとしたが、警察に仲間が摘発されて失敗し、有馬も1年ほど拘束された。その後、民間企業に就職し、ついには、 満州に渡り、虎公園の管理人等をしていたという、晩年、東京へ戻り、世田谷にて高い、去年88、一心死の返鱗という著書を残している。ありがとうございます。